あ、皆さんこんばんは。こんばんは。二十四節気で楽しむ庭仕事の著者の引地俊と申します。よろしくお願いします。引地義治です。よろしくお願いします。石田京子と申します。よろしくお願いいたします。あと長谷川さんに。あ、そうですね、うん、あと今日はあの本の二十四節気の本の差し上げます。長谷川貴子と申します。自然がとても好きなので、この仕事をやってとてもあのますます自然が好きになります。で今2階に原画展やっておりますので、今日の11時まであの見れますので、よろしかったらあの足を運んでください。それだけですか。あの長谷川さんにはあの素晴らしい原画を描いていただいて、私たちのイメージ以上というか、あの本をとっても引き立てていただいたと思っております。本当に感謝してます。ありがとうございました。2月の9日まで、2月の6日まで原画展はあるそうですので、あの見ていただけたら幸いです。ありがとうございました。時間かかるかも。あ、すいません、今ちょっとパソコン立ち上げてて、ちょっと最初はすごい時間かかるかな。私たちはもともとというか、まあ、今も植木屋なんですけども、あの無農薬で植木屋やりながら、もう17年ぐらいですね。その前は普通の植木屋やってたんですけども、あの普通の植木屋って結構一番暮らしに近いところでこう農薬をまくような仕事で、ちょっと自分たちはそれまで環境のこととかやってたので、ちょっと違うかなと思い始めて、でじゃあ自分たちが本当にやりたい植木屋をやろうということで無農薬で始めました。でその時はまだ、じゃあでも実際どうやればいいのかって実はよく分かってなかったんですよね。でもこう毎年ちゃんと個人庭園専門で個人のお宅の庭を切って、毎年見ていくうちに、あの虫のことをだんだん覚えてきたりして、あ、無農薬でやるっていうのはこう虫がいてもいいんだなっていうことに気がついてきたわけですよね。そういう形でこう自然のものをだんだん、ね、よく見れるようになってやってきて、たまたま3年ぐらい前ですか、あの石田先生が、あの実はもっとその前からの知り合いだったんですけども、しばらくご無沙汰してたんですが、あのうちの実は近所に越してきてたということが分かりましてあの時ね、あのひょんなことから、でそれをきっかけに、あの石田先生のところの区会に通うようになって俳句をやり始めました。でまあその結果この今回ね本を出せるところなので、ちょっとその辺のことをちょっとスライドを使いながらちょっとあのお話できればと思います。はい、では行きます。座ってた方がいいかな。あの、ね、脇の方がちょっとスクリーン見にくいと思う。見にくいかもしれません。本当ごめんなさい。すいません。いつもはですね、あの私たちはこんな感じで植木屋をやっています。こちら側が私なんですけど、直足履いて木に登って、これ拳の木かな、切ってるところです。で向こうはあの春が切ってます。で私の配合は夏風って言って、春の方は猿ですね。あの砂が流れると書いて猿なんですが、まあ、実は見ての通りあの猿のように木に登ってて俳句ができるとあの下で書き留めてもらうとか、時々そう「年できた!」って言われると下で私が「分かった!」って言ってメモを取っ出してきて書き留めるなんてことをしながら、庭仕事をしています。で先生、あの石田先生、配合についての説明ってしていただけますか。あのいいよ、簡単なことで、あのペンネームですよね。一種ペンネームなんですけれども、配合の場合は区会で名乗るんで、その時に名乗る名前ということで、まあ、配合というふうにつけています。はい、ちなみに先生の配合は、はい、あの区会の時にはスズメと名乗っています。はいはい、でスズメ先生っていうふうに私たちはいつもは呼んでいます。であの私たちはあの無農薬の植木屋っていうのが本業です。それで、今までに虫と一緒に庭作りとか雑草と楽しむ庭作りという本を、書いておりまして、こういうことをやっている中でいつも自然をよく見るっていうことはしていたんですね。
虫にしても雑草にしても観察するっていう癖はついていたと思います。それが俳句作りにとても役に立ったっていうふうに思っています。どうですか、春さんは。そうですね、でやっぱ俳句作り始めてしばらく経った時にね、石田先生にまず事実をちゃんとよく見るってことを言われて、でその時にパッと思ったのは、自分たちもそのやっぱこう虫のことを知り始めたっていうのはやっぱ事実を見れるようになったからだなと思ったんですよ。やっぱ最初虫がいて、それをもう最初から害虫だって決めちゃうと、じゃあ害虫はどう駆除すればいいかって話にしかならないんですけども、その害虫をまず一つの小さい生き物だと思って見始めると、じゃあそれが何を食べてどういう他の虫たちと関係があってっていうことが見始められると思うんですよね。そうやって初めてあ、虫がいてもいいんだなみたいなことも、価値観も変わってくるし、で多分俳句っていうのはそれをいろんな、ね、生活とかそういうところでやっていけることなのかなってことをちょっと思いました。はい、で、そんな私たちなんですけれども、俳句を始めてまだ1ヶ月か2ヶ月とか経った頃じゃないでしょうかね、これ頼まれたのは。はいはい、そうです。はい、はい、いきさつをどうぞ。私某出版社でですね、某 NHK 俳句という本に関わってましてですね、そこの中で読者投稿欄がありまして、その中にコラムを設けたんですね。で それで近所に、トシさんとサルさんが住んでいるということに気がついたので、じゃあ俳句始めるんだったら、文章書いてもらって俳句1句ずつ毎月作ってみませんかということで、お願いしたというのが始まりです。はいはい、で石田先生の方に植木屋日誌っていう名前を付けていただいて、600字程度の小さいコラムだったんですけれども、毎月NHK 俳句の方に約1年連載させていただきまして、ただ一つ、今までコラムはいろんなところで書いてきてるんですけれども、たった一つ違うことが、一句付きで書けという命令が石田先生から出て、生まれてまだ30句も作ってないうちに俳句付きのコラムを書けって言われたんですね。でもうこの NHK 俳句っていう人は、NHK 俳句という本はたくさんの人が投稿してくるわけで、もう1ヶ月に多分何万とかっていう投稿があると思うんです。何千何万、万までいかない、何千ぐらい。でもなかなか載らないんですよ。なのにこのコラムを書くってことは、もう私のヘタッピーな俳句が載ってしまうってみんなに見られちゃうっていうことなんですね。それで結構焦りまして、これは真剣にやらねばならないぞと思って、結構そこから少しずつ勉強していきました。それをある時に、築地書館の編集者の橋本ひとみさんが読んでくださって、これは面白いからもうちょっとまとめて一冊の本にしようということで、この二十四節気で楽しむ庭仕事ができたといういきさつです。はい、はい、あ、いいですか。はい、それでよく観察するということで、私たちも、なんでしょうね、だからよく量子論で言うんですけども、量子の世界だと観察する側の立場で向こうの見えるものが違ってくる、観察するものが違ってくるって言われるんですけど、それは実は自然でも全てでも一緒で、私も最初に本当に無農薬自分で庭やるって決めるまでは普通の植木屋やってたんですよね。そしたらやっぱ庭でいわゆる害虫っていうものしか目に入らないわけで、それ以外の虫っていてもいなくても同じだみたいなのをほとんど気にしてなかった。ところが無農薬で やるって虫のことを知りたいと思うようになったら、いろんな虫がこう目に入ってくるわけです。もう本当に向こうから見えてくるって感じで、こっちで切っててもなんかこっちに何かいる気配がしている、見るとねそっちにいたりという。それでここにあるようにイモフシとかこういう小さい 図鑑ですよね、ハンドブックを持ってみたり、あと俳句始めるようになってから歳時期ですよね、着物入ってる歳時期、あとカメラ、これ本当に簡単なデジカメですけど、前のその雑草の本も虫の本もそうだし、今回のこの本もみんなこのカメラで撮ってるんですよ。で鳥なんか結構ね、自分たちが仕事してると向こうから飛んでくるんですよね。で野鳥の会の方なんかに言うとね、普通野鳥の会の皆さんはみんなこう双眼鏡を持って一生懸命遠くの目を見ようとしたけど、植木屋って結構向こうから飛んできてすぐ目の前でやってくれるんで、だからそんなすごい望遠レンズとかついてなくても普通のカメラで結構ね、本の中の写真見ていただくと分かりますけど、すごい間近でその姿を見せてくれる、うん、それで余計こう興味が湧いていくっていう感じでやっています。はい、で俳句やり始めて気がついたんですけど、庭にあるものってほとんど季語だったんですね。例えば植物っていうものも季語になっていますし、
その他にあの虫もそうだし雑草とかいろいろなものが季語になっていたっていうことに気づいて、これは庭っていう場所はあのいるとそこだけでも俳句の材料ってたくさんあるんだなっていうことにもあの気づかされました。で、まあこの本を作るにあたってですね、やっぱり一番大変だったのは俳句を作るっていうことでした。とにかくまだ始めて日が浅いので、俳句を作っていくことが難しくて、あの石田先生に最後の句は選んでいただいたんですけれども、選んでいただく前にたくさん作って、多分この本一冊作るのに1000句以上の俳句を作って、捨てまくって最後あのいくつかの中からそれぞれ石田先生に選んでいただいたっていうことをしました。で、あの中にはものすごい難しい季語もあって、例えば選定という季語を、あのこのなんだ季語集で見てもあまり例句がないんですね。例句がない句っていうのは、例句がない季語っていうのは結構作るのが難しいっていうことを痛感しましたね。で、これはですね、その中であの私たちがあの書いた中でいくつかあの写真を使ってるんですけれども、その写真でちょっと紹介したいものがあります。で、これは春さんどうぞ。これは見てわかる方は少ないかな。あのこれ梅の木の枝です。で、一番右側の上がこれ貝殻虫ね、玉形貝殻虫ってやつですね。これよく梅の木につきます。で、今度こっちがちょっと気持ち悪いですね。これね、これ実はテントウムシの幼虫というかサナギですね。信じられないんで、ここよく見るとちょっといますよね。これまで生まれたばっかでぼーってしてるんですけど、これもう少し時間経つとすごいルビーのような赤い斑が出るんですよね。すごい綺麗なんですけど、で、これが幼虫です。そのテントウムシの幼虫、すごいですね。なんかあの見ただけで これがもう害虫で殺虫剤かけたくなるようなあれなんですけど、実はこれがあの貝殻虫を食べてくる幼虫も成虫も食べます。ですから、もしこの玉形貝殻虫が出てて、なおかつこういうこの被害がビシッてくっついてて気持ち悪いんですけど、出たらそのままにしとけば全部あの食べてくれます。この、赤星テントウ、赤星テントウと言いますけど、食べてくれます。で、次はアブなんですけど、あのアブっていうと皆さんどういうイメージがあるでしょうか。なんかちょっと吸血されるようで、アブって怖いなっていうイメージがあるんじゃないですか。でもあの実はですね、吸血するアブっていうのは一部分だけ、ある種だけであって、吸血しないアブっていうのもたくさんいるんですね。で、庭にあのいたこれはヒラタアブの幼虫です。で、ほとんど気持ち悪いんですが、実はこれアブラムシを食べてるんです。で、これがアブラムシを食べているっていうことをご存じなくて、やはりこれに殺虫剤をまいてしまう人がいるんですね。で、なんかこうナメクジみたいで気持ち悪いんですけど、これぜひ覚えていただけるとお庭に結構おりますので、あの殺虫剤さえ使わなければあので出現してくれると思います。あので私たちでいろいろ虫見ててあの気がついたんですけども、普通 の, あの虫の図鑑っていうのは成虫しか出てないんですよ。多分平田アブって言って探すとね、あのちっちゃい蜂みたいな写真しかなくて、こういうあの幼虫の写真って出てこないんですよね。ですからあのその辺で、ね、私たちの虫の方はもう卵から幼虫からこう全部わかるように庭にいる虫があの書いてありますので、あの虫の方もよろしくお願いします。で、よくね、庭にブンブン飛んでるアブがいて、それ本当に吸血アブみたいに見えて、ずっと私怖がっていたんですね。でもある時調べたら塩屋アブっていうアブだっていうことが分かったんです。で、特徴としてはこのお尻のポンポンですよね。これはオスだけにしかついてないんですけど、メスはこの白いポンポンが なければメスです。でもすぐ分かります。顔がふさふさしてて結構大きくてブンブン飛んでます。で、実はこれ吸血ではなくて、いろいろな虫食べるんですね。あのコガネムシとかスズメバチまで食べちゃうそうです。で、中にはあの養蜂家からは嫌われていて、なぜかっていうと、あのミツバチ、飼ってるミツバチまで食べちゃうそうなんですね。で、これのことを知って、でも早いからね、写真がなかなか撮れなかったんですよ。そしたらこの本作って最後の最後にこの写真がちょっと撮れまして、それであの二十四節気のこの本にこの写真を載せることができました。で、さらにあのこの卵っていうのがメレンゲみたいだっていうふうに書いてあって、一度でいいからそのメレンゲを見てみたいと思ったんですが、
なかなか見ようと思っても見つからなくて、ある時あの 庭仕事してたらこの白いメレンゲが見つかって、まさしくメレンゲだったね。本当に綺麗な真っ白な卵を見つけました。ですから塩ヤーブは吸血しないので、これもあの安心していただければと思います。はい、あとこれがあのあれですね、アシナガバチですね。で蜂もこちらの態度が変わると全然違ってくるんですよ。最初の頃っていうのはあのよくアシナガバチ生垣に巣作ってるんですけども、そういうのを知らないで切り落とすと、もう切り落とした瞬間にこう刺されてたんですけども、だんだんこっちが蜂のことを勉強して、あのアシナガバチがいろんな芋虫取ってくれる。これなんかの芋虫取って肉団子にしてるんです。青虫を取ったら青い芋虫取って、中の黒い内臓をしごき出して、残った青い肉をこう丸く丸くね、すごい時間かけて丸くすりますよね。でこれまた数字持ち帰るんで、そういうのを知ってくるにつれて、だからこちらがあの触る、巣に触っちゃうと刺されることなんですけど、触らないところなら安全なので、お客さんの庭で見つけたら残す方法でやってるんですよね。お客さんにもちゃんと話して、でそう言ってこっちがこうなんだろう、蜂に対する恐怖心とか嫌悪感みたいなのをなくすと、今度こっちが間違えてまた切り落とすことあるんだけど、その時に刺してこないんですよね、向こうがね。だから風に吹かれて枝が折れたぐらいしか向こうは思ってなくて、だやっぱこっちの気持ちがというか態度が変わると、虫たちもこの対応が変わってくる。それはすごい感じましたね。でこの蜂の巣を作るのがすごい大変で、これ何度石田先生にボツを食らったかわからない句で、最後にもう半分焼けて作った句です。もうこれどうせ選ばれないだろうと思って書いたら、あの石田先生がこの句を選んでくださって、先生これどこが良かったでしょうか。そのままのところが良かった力が入りすぎるとね、そう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 、もうダメかとかいう感じで作ると、意外にあの選んでいただいたりしました。であの今までは蜂の顔とか足が長いこととかをよく見てたんですが、俳句やるようになったら、その誰も気づかないようなところを見つけたいなって思うようになって、これはあのくびれの部分、この胴体とお尻の部分の細さっていうところに目がいって、なんとか作れた句でした。あ、これがあのお客さん の玄関のすぐ脇 の軒下にあるアシナガバチの巣です。だこんな感じで、あの分かるかな、あこれね、これここが肉団子持って帰ってきてますよね。肉団子緑の庭の虫を捕まえては持って帰ってくる。でちゃんとお話しして、これ別に危なくないからっていうことで、ただあのアシナガバチはいいんですけども、スズメバチの場合はね、あの丸いあれはやっぱり近づくと刺される可能性があるので気をつけなきゃいけないんですが、この手のアシナガバチは大丈夫です。であの私たち虫と一緒に庭作り、雑草と楽しむ庭作りだっけ、うん、自分の本なのにあの本を書いてるんですけれども、そうしましたら今度鳥と楽しむ庭作りっていうのを作ったら書いたらどうかっていうふうに言われたんですが、なかなか鳥もそんなには難しかったんですが、その分この二十四節気には鳥のことは結構書きました。これ我が家の庭なんですが、山柄やどの子飛び立つ雨上がり、これ先生夏になるんでしたっけね。はい、そうです。立夏、すだちは、それで立夏になってるんですが、この写真はあの冬枯れてる写真です。なぜでしょうか。巣箱をつける時期っていうのがあって、秋とか冬にからつけとくんです、巣箱。そうするとその秋冬の間にあのペアが、四十からのペアがね、下見に来てこの中に入ってコンコン叩いたりして、どれだけ頑丈かとか、あのこれは自分たちが住みたいなって思うかどうかっていうことをまずあの下見に来ますので、秋冬のうちにかけとくっていうことが一つのポイントです。それがあの夏になると、まあこういう形で 春先ですね、木がだんだん茂ってきて、まあこうやって巣作りが始まるわけです。これはあれ、ね、山柄ですね。あの四十からも山柄もあの同じ巣箱を使うんですけども、でもうちには最初は四十からがずっと作ってて、普通5月と7月2回産卵して子育てします。で途中からあの取り合いを始めました。四十からと山柄がその巣箱を巡ってこう取り合いをして、その空中戦でね、あのなんだろう、飛び蹴りみたいのをしたりして結構やっぱ山柄の方が強いのかね。でここ2年ぐらいに山柄が使ってたんですけどね。シジュウカラ。あ、シジュウカラ。で、まあこれはあの苔を取ってきてるんですね。で、あのここの苔を取ってきてまず巣作りするんですが、
箱の中にこれぐらい厚いマットを作ります。でそれがほとんど苔と獣毛、獣の毛でできてます。で猫の毛は柔らかすぎで あんまり好きじゃないみたいなんですね。で犬の毛とか、あと乗馬クラブで勤めてるお友達がいるんですけれど、シジュウカラが乗馬馬のお尻に乗って毛をむしってるところを見たそうです。ですからそういうのを使って、まあ、こう作るんですね。でしかもこの苔っていうのがハイゴケっていう苔をよく使います。でハイゴケっていうのは芝生によく生えてくる苔で、苔っていうと湿ったところに生えてくるっていうイメージがあると思うんですけど、結構明るくて、風通しがよくて乾いたところが好きっていう苔もあるんですね。でそれがこのハイゴケなんです。で人間から見ると芝生のところに生えてきて芝生を駆逐しても本当に嫌だなって思うんですけど、それがシジュウカラやヤマガラにとっては巣を作る材料になるっていうことです。さあそんな巣箱にドラマが起きました。どうぞ。これよく見ていただくと細いものがひょろっと出てますよね。ヘビです、シマヘビですね、これね。でもこれがなぜこれが入ったところ気がついたかっていうと、このジャジャジャって書いてありますけど、親がそのなんていうんですか、警告で鳴くんですよ。その鳴き方がジャ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 って言ってるのとなく、ヘビが来た時となんだっけ、そこに書いてます。ヘビが来た時はジャジャなんですよ。ジェジェじゃない、ジャジャ。ジャジャね。それでカラスが来た時はチカ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 っていう鳴き方します。でスズメが来るとピッジュルジュルジュルっていう風に鳴くですね。でカラスのチカチカの時は子供たちはこう身を低くしてカラスのくちばしが触れないようにします。でジャジャって言われた時はどうするかというと、はい、みんな飛び出したんですよね、はい、ただ中にいたら確実に食べられちゃうので、みんなもうどんどん飛び出して、でも飛べないんですよ、まだこんなちっちゃくてね、で結局この後私たちちょっと巣に戻したりしたんですけども、結局親も来なかったし、もうやっぱダメみたいですね。一回もこの段階で外に出ちゃうとね、なんか人間の匂いがつくとダメっていうふうにも言われてるので、私たちがちょっと手で触ってしまった、ヒナを触ってしまったっていうことも原因だったかもしれないんですが、まだ巣立ちする前のヒナっていうのはかなりもう巣立ち直前なんですけど、わかります？耳のところにちょっと耳っていうかと頭にふさふさが2箇所まだ出てるんですね。これがなくなるぐらいになると巣立ちできるようになります。巣立ちといえば何年ぐらいになったっけ、巣箱をかけてから7年ぐらい10年ぐらい、あそんな7年ぐらいか、7、8年、6、7年、そのほとんどが巣立ちを見てるっていうか見させていただいてるっていうかね、見させてもらってるんですよね。なんとなくその日の朝ね、ヤドリがこうちょっと鳴き方が違うんですよ。でどういうわけか、そういう時に限って仕事が近場で遅く出ればいいとか、他の用事で家にいるとかっていうちょうど重なるので、どういうわけかね。だからほとんどその7、8年ですけどね、途中見れなかったのも2回ぐらいね、あとは全部巣立ちを見させてもらいました。で、すごくびっくりしたのは、写真を撮ってこれ大きくしてみましたら、わかりますか、このくちばしが見えないぐらいにイモムシが挟まれてるんですね。で私はこの写真撮るまではイモムシ1匹ずつ取ってきてはあげてるんだと思ってたんです。ところがこの写真撮ったら何匹ものイモムシをもうくちばしが見えなくなるぐらいまで掴んでいたので、おそらく鳥のくちばしっていうのは人間の手ぐらいにこう器用にできてるんじゃないのかなっていうのをこれ見て分かりました。でこんな感じで餌をやり続けて、いよいよ巣立ちです。これは巣立ちするシジュウカラが顔を出しているところなんですね。はい、ハルさん。時間がそろそろちょっといいですね。これは鳥の巣で、私たち庭木の剪定してるやっぱ鳥の巣よくあるんです。もう使いほとんど使い終わってるんですけどね。多分この小さくてきっちりできてるのがメジロ。でちょっとこの大きめのが、ヒヨドリ。これは多分ハト。この両脇ね、ただもう枝がただバサバサって感じすごい。でもよく落ちないんでね、鳩も大きい体で育てますけどね。でもう一つ気がつくのは、これだとよくわかんないんですけど、周りはこう結構ビニール紐を使うんですけど、内側ヒナが触れるとこは絶対ビニール紐使わないんですよね。天然繊維だけで作ってあります。はい、でこれは立夏で、草むらの密林の青トカゲっていう俳句を作りました。
これでカエルの写真が欲しかったんですけど、なかなかあ、普通のアマガエルっていうのは春になるんですか、あれは。アマガエル夏じゃないかな。夏だったっけ。微妙なんですけど、カエル、ガマガエルは夏だったんですよね。ヒキガエルは夏です。ヒキガエルね。でヒキガエルの写真が欲しかったんですけど、なかなかヒキガエルって合わないんですよ。それがこれも本当にもう最後の最後に撮れた写真っていうか、もうじき印刷屋に回すっていう直前に撮れた、これ庭で撮れたんですけど、あるお宅で、飯能市のお宅で撮れた写真です。これヒキガエル、東ヒキガエルですね。であと蝶と蛾と並びて蜜を吸うており、これもなかなか作れなくて、ヤゲで作ったら先生に選んでいただきたくなったんですけど、どうでしょう皆さん、こちらどっちが蝶か分かります？ どっちかが蝶でどっちかが蛾なんです。実はね、左側がクロアゲハっていう蝶で、右側がアゲハモドキっていう蛾なんですね。もうそっくりなんです。うん。でこんな形でなんかガっていうと気持ち悪いっていうふうに思われるかもしれないんですけど、実はガにも美しいものがいっぱいあります。であとこれはですね、本の中では使わなかったんですが、これメスをめぐって2匹のオスが追いすがってる写真なんですよね。でまあこの結果、まあ卵が生まれるわけですけど、これはよっぽど場所が良かったのか、高層アパート状態になってたんで、これは面白いなと思って写真に撮りました。でこれはね、なかなか見たことないと思うね、皆さんね。わかりますか。そうです、脱皮です。脱皮柄です、カマキリのね。逆さになってこう脱皮して、でこれもあんまり低いところでやると頭が近いちゃうと脱皮ができなくて死んじゃうんだそうです。だからそれなりの高さのところでね、こう脱皮をしているという、でこれもちょっと優雅に見えますけど、実はこの下にいる蝶を狙ってるんですね、カマキリが。表紋蝶を狙って、で下のブッドレアっていう花はバタフライブッシュって英名で呼ばれてて、蝶の来る花って呼ばれてます。ですからうちも一鉢植えてあります。これわかりますか皆さん。カマキリなんですけど、よく見ると刺さってるんですよね。柑橘系ですね、柚子かなんかのトゲに刺してあるんです。誰が刺したかわかりますか。ね、これモズ、これモズ、うん、これも季語ですよね。はい、モズ。いつになるんですかこの季語。秋です。秋、はい。これ先生見たことありますか。ないんですが。ないんですか。モズは毎日見てるんですけど。うん、やっぱり早にえってなかなか見られるもんじゃないですよね。そうですね。気がつかないんじゃないかな。そうですけど、自分たちもこう選定してたまたまパッと季語と思ったら、なんかいると思ったらこう刺さってたっていう感じで。ほとんど偶然で見つける感じですね。悔しい。まあ植木屋の特権、ここに植木屋は見たって書いてありますけど、いろいろなこういう自然界のなんかちょっとひそやかなものを植木屋は覗き見れる仕事です。であと昼っていうと皆さんやっぱこれも吸血って思うかもしれないんですが、実は吸血昼以外の昼もたくさんいて、普通庭にいるのはこの黒色郊外ビルとか、あと大見筋郊外ビルといって、まあちょっと頭がバチみたいな形してるんですけど、この2つはナメクジ食べてくれます。ですから見たらキャーって思わないで、吸血しませんから大事にしてあげてください。あとはオサムシっていうのが向こうに甲虫でいますけど、ちょっとメタリックな綺麗な虫です。でこれもナメクジを食べてくれます。で次は草ですね。これを草分かりますか。スギナってよく言われて、結構嫌われるんですよね。杉菜が生えるとか酸性土壌だということでね。でも杉菜が生えたから酸性になったんじゃなくて、酸性の土壌にまず生えることのできるのが杉菜なんですよね。でしかも杉菜はカルシウムを生成することができるので、その場で枯らして土に戻してあげると中和する作用もあるということ で雑草はその土地を改良する力がある。ですから年を追うごとにだんだん違う草が生えてきて土を良くしていくっていう働きがありますね、雑草と呼ばれる草のね。時間なんでそろそろまとめましょうか。はい、ハイクライブやりましょう。ああ、そうです、うん、はい、じゃあそんなわけで今までちょっと本にまつわるお話をしてきましたけども、で私たちも最初に初心者向けのね、句会からこう作るようなきっかけになったんですよ、うん、今日はあと残りの時間をちょっと皆さんに参加していただいて俳句を作ってみたいと思います。じゃあ岸田先生、はい、よろしくお願いします。じゃあ、そちら。
こっちのマイクの方がいいですか。でプロジェクターをちょっと切ってもらっちゃって、プロジェクターを落としていただけますか。これどうですか、うん、始めちゃってください。私たちは手が出て、はい、区会ライブということなんで、今日すごいやりにくいんですよ。なんかね、顔見たらみんな俳句作りそうな顔してて、どうしよう、みんなすごくうまいんじゃないかなと思って、とりあえずさっき俳句を2人始めたばっかりでしたけれども、今日、お目になっていらっしゃる方々は俳句作ったことある人半分ぐらいですかね。あ、じゃあ作ったことない人半分いますね、うん、あ、よかった。じゃあその人中心にやっていきますので今手を挙げた人で、じゃあ俳句ってまず、確認します。俳句って何でしょう、俳句の定義を。ちょっとこれ熱で割れちゃう。じゃあ俳句の定義を、このままどっちしといてください。1つ出ました、575です。じゃあもう一つあるんです。このままで、後で。季語が入ります。季語って何ですか？季節の言葉。はい、そうです。季節の言葉ですね。さっきのテントウムシなんてありましたけど、テントウムシっていつの季語だと思います？いつだっけ？春だっけ？春だっけ？夏だっけ？今ね、一瞬で言いながら忘れちゃった。初夏じゃないですかね。初夏の季語だと思いますね。まあ今ちょっとこう見てですね、ここ見ただけでも季語がいっぱいいますね。ありますね。わかる？ちょっと皆さんこう見て見回してみて、ここの中でこれって季語じゃないのっていうものがあると思うんですけど、行ってみて。ケイトボーだ。あ、ケイトボー。ケイトボーの人がいました。はい、ケイト帽、冬帽子なんて言って、季語なんですね、それが。ちょっとこれ書きますか。ケイト帽ですね。はい、ケイト帽、季語ですね。じゃあ他に何かありませんかね。ちょっと俳句やってそうな人に。はい、セーター。はい、今着てるものでやってますけど、セーター、冬の季語です。はい。じゃあ、コートも冬の季語です。はい、こうやって並んでくると、着てるものばっかりになってきちゃったんですけど、それからマスクも冬の季語になっています。はい、じゃあ暖房そうそう、ね、見るものだけじゃなくて、要するに肌で感じて暖かいなってから、もう暑いですよね。暑いなと暖房効いてるわって思うと、この暖房が季語なんですね。そんな風に季語がいっぱい周りに、転がっているというかあるんですが、じゃあ今日皆さんここに来るまでに、これって冬だな、晩冬だなって思うようなことを、なんか感じたことありますかね。これってもう春の近い、春も近いような冬だなって思うようなこと、何も感じなかった。何も感じなかった人。あ、そんなことないね。じゃあちょっと、なんか書いてくださって、今このね、配った紙なんですけど、余白がいっぱいありますので、ペンをお持ちの方はどんどんメモを取っていただければと思うんですけど、ペンのない方ありますので言ってください、ね。はい、言ってください。皆さんお持ちですか。あります。はい、まず今日一日を振り返って、今の季節を感じたもの、見たものを感じたこと、起こった出来事などをちょっと振り返ってみましょうというのを、2、3分やろうかな。ちょっと、あ、富士山綺麗だった。はい、観音富士とかって言っていいのかな、冬山とかね、いろんな言い方できるんです。富士山と言ってもいいけど、例えば初富士と言ったら新年の季語になりますね。あと富士山ってこだわらなくても、冬山あるいは雪山、真っ白でしたよね、雪山、それも季語になりますね。だから、そんな風にあると思うんですけど、ちょっと皆さんメモを
ってみて、私はこれを見た、私はこれを感じた、私は手袋してきました。あ、手袋ね、手袋、ここに書いてる手袋、はい、見えます？ちょっと端っこのそちらの人がちょっと見えにくいね、ごめんなさい。あの時々こう、ちょっと時々後でこうこっちの方に行っちゃった方が書いて見えるかもしれない。移動しながらやるとか、はい、じゃあどうかな、なんかすごいいっぱい書いてる人が、あ、そこの方が見やすいいるんだけど、奥の方、そちらの方見えますか？どうですか？メモ取りましたか？これって冬らしいな、冬の日足が伸びてきた、あ、そういうプロみたいなこと日足伸びてきましたね、確かにね、うん、でも朝まだ開けるのは遅いですね、夕方の方が伸びてますね。日足伸ぶっていう言葉があるんですけど、書けます？ちょっと難しいよ、はい、じゃあちょっとこの辺の人でなんかじゃあちょっと語ってもらいましょうか。違う、今日朝来る時に植木鉢にヒヤシンスの芽を発見。はい、はい、すごい、植木鉢にヒヤシンスの芽だって、ちょっと書いておいてください。それまで、え、どっから書く？ヒヤシンスの芽、ヒヤシンスの芽と書いてみてください。はい、いいですね。そしたら、葉を落とした、あ、聞こえないか、葉を落としたケヤキの小鉢が、はい、光り輝いてました。葉を落としたケヤキの小鉢が光り輝いていた。どうしようか。葉を落とした。葉を落としたケヤキが光っていた。全部書いてください。サボらないで、はい。もうちょっと伺いますかね。じゃあ、お兄様。ケヤキで。あ、何書いてなかった。じゃあ、ケヤキが吹きの塔が出てたって。吹きの塔が出ていました。はい、カタカナになりましたね。じゃあちょっとこの辺のすごいいっぱい書いてる人がいるんだけど、あ、なんだ、マフラーなんか、言ってくださった、あ、はい、小枯らし書いといてください。今日風強かったですよね、うん、はい、まあ、そんな感じで、いろいろと出てきましたけど、他になんか食べたものとかないですか？はい、はい、今日菜の花のサンドイッチをいただきました。菜の花のサンドイッチ、はい、いろいろと出てきましたけど、ちょっとまとめてみますかっていうか、継承してみますか。ヒヤシンスの芽っていつの季語かな、季語だと思う人、季節の言葉、はい、いつの季語でしょう？春ですね。春です。ヒヤシンス、ヒヤシンスの、草の芽、も、植物の芽ですね、芽、あの 木も草木の芽ですね、それは春の季語。それからヒヤシンスも春の季語ですね。まあ、ヒヤシンスの花もね。どう書くんだっけ？なんとかのぶ子。風信子と書きますね。風のぶ子。そんな難しいこと書かなくてもいい。はい、はい。そしてじゃあ次、まあ、富士山は、まあ、冬山ということ、あるいは雪山ということで、これは季語ですね。じゃあ木枯らしはどうしよう。木枯らしっていつの季語だと思う？うん、そう冬です。はい、木枯らし冬なんですけど、あのこれはね、実は初冬なんですね。初冬っていうか、まあ早いうちの季語なんです。だから今ね、風吹いてても木枯らしって言わないんです。北風、なんでだろう、木をこれから北風ですね。北風で、北風そのものは冬の季語ですね。冬のまあ3ヶ月と、どの月でもいいという。じゃあこれ、はい、11月ぐらいですね。つまり、あの急に冷たい風が吹いてきて、木々の葉っぱが落ちますね。それで木枯らしなんですね。
まあ、木を枯らすような風ということで、いよいよ本格的に冬が来るんだなっていう思わせるものが木枯らしということで、どちらかというと冬の、まあ、初めの方、前半というか、そちらの方の季語になります。じゃあ、葉を落とした欅が光り輝いていた、なんかこれだけで俳句なりそうなんだけど、葉を落とした、葉を落とすって他に言い方ないでなかったでしたっけ。落ち葉、落ち葉季語ですね、はい。それから葉を落とし切った木のことを、枯れ木、はい、あるいは裸木と言います、はい、というこれも季語です、はいはい、だんだん疲れてきたで裸木、そして、はいはい、枯れ木、裸木、これも冬の季語ですね。じゃあ、吹きのとうっていつの季語でしょうか。春です、はい、春なんですけど、さっきなんか私全然宣伝しなかったんですけど、この七十二候という本ではね、忘れてた、私この本出したんですけどそうです、そうです、七十二候だと今がね、吹きの吹きの音出るんじゃなくて、なんかそういう七十二候に当たるんだ、動揺しちゃってますけど、あの大寒、この間迎えましたね。大寒を3つに割って、その最初が大寒のところをちょっと見てみます。吹きの花咲くっていう、季節になってまして、ちょっと日本だとそれは早いかなって感じもしたんですけど、でも実際どなたでしたっけ、吹きの塔が出てたですね、出てたんですね、あ、下に、そうなんですよ、もう1月にはすでに吹きの塔が出ているんですね。でも吹きの塔がもっともっと出て、あのみんなが食べるようになるのが春ということで、季語としては一応春になっています。じゃあ大根って今、大根は冬の季語です、はい、おでんも冬、大根そのものが冬の季語になっています。食べ物にしてもおでんにしてもあの冬の季語です、はい、ね、食べたんですか昨日、召し上がったんですか。畑ですけど、ね、あ、そっか、畑やってる、はい、じゃあ、菜の花のサンドイッチっていつだろう。春、菜の花、春ですよね。だけど菜の花漬け、菜の花漬けじゃないのか、菜の花茹でて食べた、ね、まあでも春先取りということで、もう1月、もうじき春なんですよね。春っていつからでしたっけ、春っていつからでしたっけえ、3月、あ、3月ブーですね、はい、春っていつからでしたっけ。やっぱり 3月というふうに感じるんですね、2月4日立春から先が春です。2月3日節分が終わって、次の日立春というのが、来ます。そうするともう一応春、暦の上では春に入ります、はい、だけど、ちょっと違うこともある、ね、だけど菜の花のサンドイッチを食べた時にどんなことを感じました。お兄様、春だなと冬じゃないの、もういけ、あの春が近いんだなと思います、はい、無理やり答え引き出しましたけどあの食べ物なんかでももう春のものが出ていて、そうすると春が近いなって、あ、もうじき春なんだ、もう出てるんだ菜の花って思いますよね。それは春近し、それから春隣、春が隣に来てますということで春隣なんていう記号がありますね、はい、もうキリがないので、まあ、季語はたくさんあるということですね。じゃあ、今日のことを短い文章にしてみるって書いてみたんですけど、これをこの季語だけを並べてても俳句にならないんですよね。さっきなんだっけ、あのお二人が作った俳句ありましたけど、例えばどうしようかな、これ俳句に近くないですか。
葉を落とした欅が光り輝いていた。じゃあ葉を落とした欅を、裸鍵としてみるか。裸鍵の枝の、もうそのままにすると裸鍵の枝の光って輝きのだけでも一応五七五になるかな。無理やりね。うん、枝の光って輝けり、あ、ちょっとけり、輝けりなんて、あの俳句っぽい表現入れてみましたけど、けり、裸鍵の枝の光って輝けり、ちょっと春近い感じしますね、なんとなくね。ね、そう、ちょっと俳句っぽいですね。こんな調子で俳句ってできちゃうかなって思うんですけど、どうですか。無理だって人誰も手を、あ、一人しか挙げないから、じゃあ安心して進んでみます。そうしましたらですね、せっかく区会ライブなので、時間の持ち時間が非常に短いですね、ですので、そうですね、まず、今日朝、起きてからここに来るまでで、季節を感じたことをまずメモしてみる。さっき やってますね。そしてその中から言葉を拾ってですね、短い文章に組み立ててみる。こう葉を落とした欅が光り輝いてましたでいいんですね。それと菜の花のサンドイッチ食べたら春が近いなと思いましたで、それでもいいですね。他にあったかな、うん、そんなことですかね。そういうふうに、まずちょっと短い文章にしてみて、それを五七五の形にしてみるという作業を、ここでしてみたいかなと思います。ちょっとここで皆さんのご意思を確かめたいんですけど、俳句作りたくないから帰るって人いらっしゃいますか大丈夫ちょっとあのブロックしてますから下くぐっていくようになりますけど、あの作らないでは返さないぞみたいな感じですかね。でもあのこの用紙の一番最後がですね、短冊にあの四角くしてあれ、してありますね。そこにですね、一句書いてもらおうかなって思ってるんですね。それをですね、全員の俳句を見るということがちょっと無理なので、早い者勝ちってあるいは、どうしてもやりたい、みんなに見せたいっていうような、あるいは見せたくないんだけどっていうふりをしてる人のとかそういう人の俳句を私は拾っていきたいと思いますので、ここで書ききれるだけ書きたいと思っています。じゃあ、ちょっと俳句を作る、時間を設けます。5分できる5分、あの時計で25分、ちょっとあのトシさんとハルさんも作りますので、はい、はい、あの配合はつけるんですか最後に。あ、つけなくていい。それはいい、大丈夫、はい、くだけですね。おまだ今あります、ね、が4月から、はい、今だと太陽のところだけも、はい、それが難しい問題ですね。今もう春のものがいろいろ出てきているので、あの菜の花のサンドイッチを食べたらもう春の季語になってしまうんですね。でも私たちはそこで踏みとどまってですね、やっぱり冬で作ろうじゃないかって思うと、まあ、菜の花のサンドイッチに冬の季語を組み合わせちゃったりとかして作りますね。春近しみたいなやり方でやります。ただその場合は季重なりといって、あの季語が2つ入ってしまうという俳句になってしまいます。まあ、それも覚悟の上で作ると。はい。はい。はい。そうですね。はい。今夏の句は読まないようにしましょう。でも、これは冬だと思って信じて作った夏の句だったら、あの、それは構わないです。うん。あの、見たもので、経験したもので、あのとにかく今の材料で作るということが大事なので、あの特にこれはあの春で作らな、これは冬で作らなくちゃいけないっていうことにこだわらないで作ってみてください。まず
でここに書いた時にこれは春だよとか、これは夏だからまだちょっと早かったねとかっていうことだったら言えると思います。あんまり辛いと思わずに今で読めばいいということですね。はい、じゃあちょっと時間を設けますので、あの時計でちょっと時間27分ぐらいまで。消すものある？消します。出てますか？はい、はい、皆さんお作りになってください。もうここに何個かけるかな、15個ぐらいかけるかな、ね、でその時間内にできた方の句だけということになってしまうかもしれませんね。皆さん俳句を発表なさって最後に名前を一応こう明かさないで見るんですけど、最後に名乗る名前、さっき配合って聞かれましたけど、配合なんてもしお持ちでしたら、例えばあだ名でもいいですね。あだ名でもね、それを名乗ったらかっこいいかもしれない。ちょっとそれも考えてみてください。できました。早いですよ。やっぱりすごい。基準分じゃなくて基準分じゃなくて、そう、まん丸の大丈夫ですか？ベテランの方が嬉しいです。こんな書いてあるから逆に見ない。9枚も。素晴らしい。これ見なくていい。タモさん、タモさん。Thank you.
見えない場合はもうこちらに来てもらって見てもらえはちょっと過ぎましたかね。はい、じゃあここで締め切りということにさせていただきます。そうしましたら今ここにたくさん20区というほとんどいらした方の半分以上の方が、区を出されたということになりますが、ここからですね、皆さん真剣にちょっと一句一句見てですね、自分が一番好きな句っていうのを選んでいただきます。2句選ぶか、こんなにいっぱいあると2句になりますかね。じゃ読みますよ。3時間鍋でおしゃべり3姉妹美味しそうですね。まん丸の玉膨らみて春近し、なんだろう玉ってね、想像しますね、いろいろね。霜柱両手をかざし息を吐く、霜柱最近見てないですね。両手をかざし息を吐く、息白いですかね、息がね。車窓より富士山見える冬の午後ね、いいですね、旅行に行くみたいな感じですね。常備滝さっと横切る朝の道、はい、常備滝ってどんな鳥でしょう。トシさんお願いします。結構綺麗で、オスは、黒っぽくてここがオレンジ、オレンジ色 でメスはウグイス色なんだけど、なんか丸い模様があって、反応ではダンゴショイ、はい、ダンゴショイ、我が町ではダンゴショイって言われています。羽に門があるんです、真っ白な。それがお団子しょって来てるっていうので、団子しょいっていうふうに言われています。そういう冬にここに日本にいる鳥、渡り鳥なんですね。はい、じゃあ次ですね。雪踏みて戻りし靴の紐解けて、雪踏みて戻りし
で切った方がいいですね。靴の紐解けて。なるほど、ね。祝い花、銀の枝よりめでる。いずるか。いずる。祝い花、ごめんなさい。銀の枝よりめ、いずる。祝い花ってなんだっけ。祝い花ってあれかしら、削りかけみたいなですか、ね、あのご本人に多分聞いた方がいいと思いますね、はい。青空に光が早く冬木立、見えます大丈夫、会議室、期末日目指し白熱、え、どれが季語だろう。期末日か、期末日、期末かな。ちょっと難しいところだけど、大体まあもう3月締めかなっていうところですかね。そんなことないか、1月は1月で締めるのか。釣り釜の咳するたびに睨まれる声が身に染みますね。昔は同情されたんだけどな、今は睨まれますね。菜の花のサンドイッチを母おいし、親、さっきの人かな、ね、母おいしときましたね、うん。信号を持つ目の先に、あ、待つ、え、待つじゃない、信号を待つ目の先に冬木の芽、え、冬木の芽って何だろう。冬木の芽、冬のね、今の街路樹なんか見てもそうなんですけど、ちゃんと芽がね、もう用意されてるんですよね。もう硬いけどまだ、それを見た人がいるんですね、冬木の芽。北風を着て、北を着てって読むかな、北風のこと北とも言います。北を着て長い、あ、やっぱいいんだ、北風を着て長いする本屋かな、純駆動ですね。北風を着て長居する純駆動、11時までやってるそうですから、はい。駅降りて地下道を行く、伊手市、伊手市風かな、伊手市風、うん。初絞り、飲んで飲まれて、飲まれちゃった、飲まれて春近し、初絞りってなんだろう、日本酒、日本酒、あ、あらばしり、新酒ですね、うん、初搾り。飲んで飲まれて春近し、花やつで垣根を塔に越えており、あ、もうもりもりと、咲いてですね、垣根を越えちゃったってことですね、うん。寒中をハイクライブにやってきし、そのままですね、うまいな、うまく貫中言いましたね。竹ぼうき、熊手手ぼうき、冷やしのぶ、これ怪しいな、怪しいな、これは庭師の人だな。竹ぼうき、熊手手ぼうき、こんなにだって使い分けてんだもんね、え、冷やしのぶ、冷やしのぶが出てきましたね。朝地物、草の緑が顔を出し、ね、朝霜を降りてますね、そこに、緑色の草がもう芽を出している、顔を出している、顔出しが可愛らしいですね。大寒のゆっくり濁る沼の水、あ、なんか深い、よく観察してる句ですね。だんだん濁ってくる、なんで濁るんだろう、どう思います、なんで、そうそうそう、氷が溶けてんじゃないかな、これ氷が溶けてきて、なんかこうちょっとシャーベットじゃないけどで濁ってるっていう、まあ、観察聞いてますね、はい、はい。以上、まあ、20個ほどが並んでいますけど、ここから、ちょっと2句選んでいただいて、2句、うん、はい、1句でちょっと寂しいかなと思って2句ちょっと選んでもらって、選べました、今読んで、なんかわかんないのあります、これって何よって意味が分かんない、祝い花がちょっと私実はちゃんと分かってないんだけど、まん丸の卵、うん、あ、これ玉って言うんです、あ、まん丸の玉膨らみ、あ、作者が分かっちゃいましたけど、まん丸の玉膨らみて春近し、これつまみでしょうね、なんかのね、なんかのね、それを玉と言ったという、あの宝石のように、見たってことですかね、はい、はい。どうでしょう、あと分かんないのあります、大丈夫そう、選べました、選べた人、あれあれ
まだ、うん、好きなの2つ選べばいいんです。はい、私も、ん、自分のはね、あ、そうだ、言うの忘れちゃった。深いの鉄則、自分のは選ばないそうなんです、自分のは選んでいて、自分のが一番いいに決まってます。はい、なので自分のはのけて人の句を選んでください。ちょっとこんなにいっぱいあると選ぶの大変だね。手やめたいね、うん、選べた人読めますか、うん、読める。じゃあもうちょっと時間ちょうだいって人、選べない、見えないんだよ。そうか、ここに来れば全員が見えるか、まあ、そっちにも行きます、これから。真ん中だとね、ちょっと見えないので、ちょっともう斜めにした方がいい。これならどうでしょうか。どう見えた。あ、ごめんなさい。選べた、選べた、大丈夫そう。じゃあ大丈夫ですか、うん、どうでしょうかね、これ1個ずつ聞いて手を挙げてもらうか、うん、こんなにいっぱいあるから。そうだねこんなにいっぱい出ると思わなかったからね。ちょっと大丈夫ですじゃあ、1個ずついきますので、手を挙げていただいて、点盛りっていうのをちょっとやってみたいと思います。俳句の、一応これちゃんとした句会ですよ。はい、ちゃんとした句会です。じゃあ、いきます。3時間、鍋でおしゃべり3姉妹が好きな人。はい。3人。すごい。まん丸の玉膨らみて春近し。わお、三人、四人、四人、もっといる、もっといる、ね、さあ、そこにもいます。五人、五人、はい、五点入りましたよ。はい、霜柱、両手をかざし、息を吐く好きな人。あ、これは同じですね。はい。はい、車窓より富士山見える冬の午後。どうでしょう、好きな人。あれ、あれ、いない。じゃあ、はい、はい、そして常備滝、さっと横切る朝の道、ね、あ、これ多いな。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、はい、はい、雪踏みて戻りし靴の紐解けて、お二人、一人、二人、三人。岩々な銀の枝より目いずる。どうでしょう。これ分かんなかったね。一人。一人。あ、やった。岩々がよく分かってる人だ。うん、そして青空に光り輝く冬木立。どうでしょう。こんなきっぱりした句なのに。うん、どうしよう。トシさん撮んないの、はい、はい、はい、会議室、期末日目指し白熱す、お、一人撮りました。釣り革の咳するたびに睨まるる、お、これはねえ、1、2、3、4、5、6、7、8、9点入りました。はい、すごい。9点。はい、菜の花のサンドイッチを母おいし。どうでしょう。1、2、3、4、はい、はい、信号を待つ目の先に冬木の目。1、2、3、4、5、こうやって点数つけるっていうの辛いものがあるんですけどね。そうすると、北風を着て長居する本屋かな。どうでしょう。あ、2人、3人、あ、4人、4人。駅降りて地下道を行くいてし風。どうでしょう。1人、はい、初絞り飲んで飲まれて春近し。お一人、お一人、はい、花やつで垣根を塔に越えており、どうでしょう。一人、お一人、
あ、だんだん減ってきた。使い果たしちゃったかな。で、寒中を俳句ライブにやってきし、明快な句ですね。はい、一人。これは恋の挨拶句って言うんですよ、私たちへの。はい。竹ぼうき、熊手手ぼうき、東信。お、1,2,3,4,5,6,7 はい。朝霜の草の緑が顔を出し、どうでしょう。大寒のゆっくり濁る沼の水。あ、すごい。ここまで溜めていた。ね、はい。ということで、これを手盛りって言うんですけどね。みんなで選び合うんですね。それも名前が出てない段階で選びます。誰の句だかわからない。例えば私が一緒に俳句を作っていても、私も同じようにみんなの目にさらされて、0点とかすることもあるわけですね。はい。じゃあちょっとこうちょっと点の高かった句を、まずやってみる。すり川の咳するたびににらまるる。おとりになった方どなたでしたっけ。どんなところが違うのか。あ、ここになって、いいって言って手を挙げた人っていいです、うん、そうです、そうです。取りました。どんなところが良かったですか。共感するなと思って。共感しましたね。はい、共感する。でもちょっとかわいそうかな。にらまるる。釣り川の咳するたびににらまるる。でも、実感ですよね、これはね。はい。はい、ということでちょっと名前開けちゃっていいかな。じゃあこの句を作られた方はどなたでしょう。ご自分の名前を名乗ってください。節子です。節子さん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、次は、あ、違う、これをまず言わなくちゃいけない。そう、14点がある。大寒のゆっくり濁る沼の水をお選びになった方はちょっと、うん、あ、バッキリした。ちょっとなんかどこが良かったですか。説明してもらったら氷が溶けそうだっていう情景がすごく浮かんで、あ、寒い中でそうやって氷が溶けていく、もう時期春だなっていうのがすごく感じられたので、もう一人どなたでしたっけ。こちらで手を挙げた方、今の方と同じです。あ、同じでしたか。ということはさっきみんなで鑑賞しましたね。鑑賞した時に皆さんの目に浮かんできてこの句がよく分かったということで、ちょっと得したかな。みんなでね、氷が溶けてとかってやった。で、鑑賞するっていうことが俳句選ぶコツコツというかポイントになるんですね。はい、じゃあ、この大寒のゆっくり濁る沼の水は、どなたがお作りになりましたか。まさとさん。はい、で、ここに来るか。はい、団子しょいね、両びたきさっと横切る朝の道を選んだ方、ちょっとどこが良かったんでしょう。やっぱり冬の鳥すごい好きなので、うん、すごい情景が目に浮かんで、うん、冬らしくていいと思いました。はい、はい、お隣の方ですか。かわいい句だなと思います。はい、かわいい、かわいい句ですね。さっとよぎるし、ね、この句のいいところってさっと横切るっていうところなんですね。なぜかというと常備滝って素早いんですよ。鳥はもうみんな素早いですけど、特に素早い動きが虫を取るんですね。ちょっと高みに止まって、虫を取る、そのパッと横切った、一瞬スッと横切ったっていうところが、とてもリアルだったと思うんですね。しかも朝の道ということで大気のすがすがしさみたいなものも感じます。ところでこれいつの季語だ、いつの季節だろう。常備滝っていつの季節だと思いますか。冬だと思う人、あ、結構バッてる。じゃあ春だと思う人、秋だと思う人、あ、バラバラ、はい、
秋なんですね。一応ね、なぜかというと渡ってくるのが秋ということで一応秋になってるんですね。 だけど大体立冬の頃私たち見るのでどうも冬の鳥っぽく感じます。だから今すごく目立ちますジョウビタキという鳥は。はい、だから、まあ、秋の季語なんだけど今でいいんじゃないでしょうかと私は言いたくなってしまいますね。はい、じゃあ、次5、あだ名ではあります。すごいな。竹ぼうき、熊手手ぼうき東信をお取りになった方どなたでしたっけ。なんか言ってください。自分であのパートをしていた時があって いろんなほうきで公園も入っていた時があって、あぞわりのね、ぞわりのいろんな種類のほうきをこうやっていたから、なんかそれの情景がとても多かった。そうですね、この絵はいろんなほうきを使ってるってことは実際に経験してないと分かんないことですよね。なんとなく竹ぼうきだけだったらすぐ分かる、うん、だけどそうか、こんなにいろんなものを使う道具を使って使いこなしてやるんだ庭仕事っていうところが面白かったんじゃないかなって思うんですけど、はい、で冷やしのぶのぶという難しい記号を使ってくださいました。この、句の作者はどなたでしょうか。はい、くるみです。あ、くるみさんでした。なんだ、いつだったかと思ったらくるみさんにやられちゃいました。はい、はい、素晴らしい。そして、じゃあちょっと次5テーマでいったらですね、端っこからいきますよ。まん丸の玉ふく、あ、玉膨らみて春近しをお選びになった方、はい、じゃあちょっと聞きます。このまん丸というのは私も想像が雪柳、猫柳それで玉、うん、いいと思ったんですね、はい、ちょうど春近しですから、はい、はい玉、あ、私もでも今言われたら猫柳が浮かんできました。なんか膨らんでくるんですよね、だんだん膨らんできて、もう春も近いということですね。あれはまだつぼみですもんね、猫柳というのは。はい、ではこの句の作者はどなたでしょうか。何さんですか。目白さんです。はい、背後ですね。はい、目白さんでした。ここに書いてある。はい、じゃあ時間が迫っているのでダーッといきますね。3時間鍋でおしゃべり3姉妹、これはにぎやかににぎやかに鍋をつついて、これは鍋というのが冬の季語になっています。はい、じゃあこの句はどなたの作ですか。はい、緑子さんです。霜柱、両手をかざし息を吐く。霜柱が冬の季語、両手をかざしってのはおそらく顔の前にやったんじゃないかな。白い息が見えますね。この句をお作りになったのはどなたですか。はい、栗さん。はい、栗さん。はい、なんかこれはやっぱり大気の冷たさっていうのをすごく感じる、息の温かさも感じると思いますね。車窓より富士山見える冬の午後、これはどなたが作ってるか知ってるんですが、初めて作った俳句なんだそうです。生まれて初めて。はい、で、これは本当に私面白いなと思うのは冬の午後ですね。午後にその電車に乗って、富士山を見ているというところですね。少しここで雰囲気を変えてるっていうんでしょうかね。はい、そして雪、お名前を伺うのを忘れました。何さん。中辻さん、はい、じゃあ中辻さん、はい、雪踏みて戻りし靴の紐解けて、これ面白いのは雪踏みて戻りしでちょっと切れるんですね。で靴の紐解けてね、でこれは波長って言いますかね、熊たがりとかって言うんですけど、波長になっている五七五をちょっと崩したところで、まあ、生き生きとさせてるっていう、この子の場合はそうですかね。どうしたんだろうと思ったら靴の紐が溶けてる。何か靴の紐が溶けるというところに春近い感じが出てるなと今思いましたね。どなたの子ですか。はい、何さんですか。あ、お酒部です。初めて作りました。あ、初めて。お酒部さん、はい、はい、初めてだそうです。すごいすごいな、すごい収穫ですね今日は。はい、次の問題かですね。
岩井花、問題句じゃなくて、これはよく知ってる人の句、岩井花、銀の間より目いずる、本当は罪点々をここに入れたいところですね、いずる。これは、これあのお正月のあれでしょうね、銀の間より目が出ちゃったというとこ、なんだっけ、雲龍とかよくあるけど、うん、あのああいうのじゃないかな、あれから目が出てる、だから目が出るということで、目が出るのは春の季語になるということですけど、祝い花が新年の季語じゃないかなと思います。どなたの句ですか？あ、そちらの。あ、はい。祝い花教えてください。そうです。お正月の。お正月の。うん、あの、うん、目が出てたんでちょっとびっくりした。はい。あ、驚きが、やっぱり驚きがありますよね。あの、うん、あ、名前聞くの忘れちゃった。どなたでしょう。はい。酒井さん、酒井さんです。はい、ありがとうございました。うん、あの本当に目が出るなんて思わないでずっと飾っといたんですね。そしたら目が膨らんだという。これもまあ一種の冬目、冬の目でもあるんですけどね。この場合は新年ですね。新年になって、そして目も出るだから冬の目でいいんじゃないでしょうかね。はい、そうですね。はい、青空に光り輝く冬木立、素直な句ですね。これはもう目が上の方にこう行って空の方に向かっていくっていう気持ちよさがあります。どなたの句でしょうか？何さんですか？しんこです。しんこさん、しんこさん、はい。で、会議室、期末日目指し白熱す、これはじなんていうか、あの表するとしたら実感がこもってるって実感があるってことですね。はい、どなたの句ですか？すみません、紹介です。あ、紹介初めて。あのメアリーと申します。メアリーさん今日お仕事なさって、ちょっと会議室でかなりけんけんがくがくやってたんですけど、まあ、あの春に向かって期末日が3月末なんで、自分なりには季語のつもりで書いたんです。なるほど、期末日季語でしたっけ？季語に詳しそうな人は決算日なんです。決算日なんかあったかな。でもちょっと自然とか、うん、ではないので、うん、から来たからね、うん、か私の介護であのついてきてくれたので私が1点入れました。あ、なるほど、そういうことなんです。どうしよう、はい、親子ってことですか？そうです。あ、そうでした、はい、ありがとうございます。そうなんだ、うん、ね、うん、白熱の期末日目指す会議室なんていうふうにひっくり返してみるとまた感じが出ますね。白熱の期末日目指す会議室ということで、なんか春に向かってる感じしません？なんとなくね、うん、そんなことを、そんな風にちょっと言葉入れ替えるだけで雰囲気も変わりますね。季語あるかないかじゃなくて、もう春を感じさせるっていうことですね。はい、次が菜の花の句はまだだっけ。菜の、これ釣り革、あ、これもやったね、はい。菜の花のサンドイッチよ母おいし、これは菜の花のサンドイッチよまでがまず、まあ、自分が食べて、2人で食べてるのかもしれません。それで向かい側にお母さんが、まあ、はみこぼしたりして、すごく時間かけて食べているっていう、そういうところが私には想像されました。どなたの子ですか？あ、はい、どなた、キリコさん。盗作ですね。盗作ね、さっきの。さっきのを使って、パッとお母さんが置いた、お母さんが年取ったっていうのをパッとつけた。これは取り合わせと言いましてですね、俳句ではよくやる手法ですね。はい、人の取るとかってことじゃなくて、まあ、今ある季語っていうのを考えたときに、それに何か、自分があのいつも経験していることとか、今日あったことなんか、思い浮かんだことなんかを組み合わせて一句にするということですね。はい、信号を待つ目の先に冬木の芽、これを、これいいですよね、うん、目の先にそれまで気がつかなかったという、ふっとよく見たら目がもう膨らんでるよ、冬木の芽ちゃんと用意されている。どなたの句ですか？あ、ひよこです。ひよこさんです。はい、気づいたってところがいいですね。北風を着て長居する、うん、え、キミコさん、ごめん耳が悪かったです。はい、北風を着て長居する純駆動、純ね翻訳かな。はい、
どなたの句ですか。はい、何さんですか。山住です。山住さん、みんな配合をお持ちになってますね。これはね、北風を着て長居する、これダラダラとこうつながっていて、これもまあ一種波長ですよね、うん、北風を着て長居する本屋かなって読んでもいいけど、北風を着て長居する本屋かなってずらずらずらって読むと波長っていうかね、句またがりの句になりますね。これもいいと思います。北風を着たっていう言い方が面白い、俳句的な言い方になってますね。駅降りて地下道を行く、いてし風、これ駅降りて地下道を行く、地下道に吹きまくってるんですね、冷たい風が。どなたの句ですか。猿です。あ、猿さん、あ、そうか、というか、いてし風を避けて、うん、地下道を歩きましたって話なんですけど、ちょっと避けたのか、そこまではちょっと読み取れなかったんですけど、はい、いてし、あの、まあ、風いつる、いつるっていうのが、あの、冬の季語になっていますね。はい、初絞り飲んで飲まれて、飲まれちゃいけないんだと思うんだけど、春近し、まあいいか、ちょっと気が緩んでる感じですかね。あの初絞りって新酒っていうのは秋の季語になってます。そうなんですか、うん、あとね、寒作りといって、まあ寒い寒の水で作るお酒は寒、あの冬の季語になってますね。うん、どなたの句ですか。え、あ、十九堂さんでした。十九堂さん、飲まれちゃったんですね。はい、はい、ね、うん、でも飲んで飲まれての調子の良さがいいんじゃないでしょうかね。え、花やつで垣根を遠に越えておりは、どなたの句ですか。卵さん、はい、卵さん、これってもりもり咲いてるってことですか。そんなもりもりじゃなかったです、ね、久しぶりにあるんだ、なんだ、遠に越えており、やっぱりこうたくさんこうね、葉も茂って、この花やつでって懐かしい花じゃないですか。やつで最近見た人、はい、いつ咲いてました。ずっと咲いてますね、はい、ずっと咲いてますね。冬はそうじゃなくって、庭木詳しいでしょ。もうそんなに咲いてたのついこの間までもりもり咲いてた。年末咲いてました。うん、白い花で、あれ虫がいっぱい来るんですよね、アブとか、あれも来るし、あの葉虫がいっぱい飛んでくる花ですね。はい、いいじゃないでしょうか。寒中を俳句ライブにやってきし、ありがとうございます。こういうのも挨拶句と言って、私たちに対する挨拶だというふうに受け取りました。どなたの句ですか。小手まりさん、小手まりさん、ありがとうございます。はい、やってきてくれた、ありがとうって感じですね。はい、最後まで来た、朝霜の草の緑が顔を出し、ねえ、これあの霜の間からよく見たらもう緑が顔を出してる、冬の間にも燃え出てきている草はあるんですけれど、それがだんだんその見えてきて緑の部分が多くなってきますね。これからなんか優しい句だと思いますね。この優しい方はどなたですか。何さんですか。最果てさん、最果てさん、ね、はい、本を作った超本人の人、デザイナーさんですね。デザイナーです、うん、はい、デザイナーさんも、作ってくださいました。ということで、一応これで皆さん句会体験者、句会ライブの体験者ということで、最初の経験を済ませましたので、これからの毎日あの、ちょっと自然に、すみません、ジョビタキの作者って誰だっけ。ジョビタキどなたでしたっけ。ジョビタキ一番端っこ浮かばなかったのね、私ね。何さんですか。なめこ、なめこさんです。ごめんなさい、はい、はい、でちょっとついでに言っちゃえば、もう時間が過ぎちゃったんだけど、私いいなって思った句をちょっと言ってみようかな、はい、やっぱり常備滝さっと横切るの、これが生き生きしたところですかね、はい、あとちょっと上手すぎんだけど、菜の花のサンドイッチを母おいしいっていうのはグッときましたね。はい、それから、これいいじゃないですか。北風を着て長居する本屋かなって、北風を着てって言い方が俳句的ですね。はい、これあ、竹ぼうき、くまれてぼうき、冷やしのぶはさっき申し上げた通りで大変結構だと思いますね。他に点が少なかったのでも
いい句はいっぱいあったと思いますが、はい、こんな風でどうでしたか？句会祭よかった楽しんでいただけましたでしょうか？ちょっと自分のが時間間に合わなかったので残念でした。はい、不完全でした雪釣りや都会の空も捨てがたし、うまいな雪釣りって知ってる？松屋なんかにこうかかってるね、都会の空も捨てがたし、いいですね、いい句ですね、素晴らしいです。はい、ありがとうございました、時間はちょっと過ぎてしまいましたけれど、はい、区会ライブは以上で終了したいと思います、はい、ありがとう。